皆さんこんにちはパクスンジュンです今日はパクスンジュンによる解説動画 IEA の2050年ネットゼロをお届けしますこの報告書が出されたのは2021年の春のことですこの資料は正式には IEA によって英語で提供されているものです資料の翻訳はパクスンジュンによる仮訳ですので 引用などする際は必ず原点を参照してくださいところで IEA とは一体何でしょうか IEA ネットゼロ報告書の中では IEA 国際エネルギー機関は石油やガス、石炭の需要と供給再生可能エネルギー技術 電力市場エネルギー効率化エネルギーへのアクセス需要側管理 DSM などあらゆるエネルギー問題を調査しています。IEA はその活動を通じて30の加盟国と8つの協力国そしてそれ以外の国においてエネルギーの信頼性や価格持続可能性を より良くするための政策を提唱しています。こう自己紹介されています。外務省ホームページでは。I. E. A. インターナショナルエナジーエージェンシー。国際エネルギー機関は。第一次石油危機後の1974年に。キッシンジャー米国務長官。当時の提唱を受けて。O. E. C. D. の枠内における。 自立的な機関として設立された事務局所在地はパリ IEA の参加要件は OECD 加盟国現在38カ国であってかつ備蓄基準前年の当該国の1日当たり石油純輸入量の90日分を満たすことと紹介されています。 では具体的に IEA はどのようなことをしているのでしょうか。IEA はエネルギー安全保障の確保、経済成長、環境保護、世界的なエンゲージメント、この4つの E を目標に掲げ、エネルギー政策全般をカバーしています。活動としては、 1. 1石油、ガス供給、途絶等の緊急時への準備、対応と市場の分析。2. 中長期の需給見通し。3. エネルギー源多様化。4. 電力セキュリティ。5. エネルギー技術、開発協力。6. 小エネルギーの研究、普及。な、う、の、ん メンバー国のエネルギー政策の相互審査8非メンバー国との協力等に注力このようにして各国政府やエネルギー業界のために分析と提言を行っているのですではなぜ IEA がネットゼロシナリオに取り組むのでしょうかそれは IPCC の警告を 正面かからら受け止めたからです34ページでは気候変動に関する政府間パネル IPCC の1 5度の温暖化に関する特別報告書 SR1.5 では気候変動の最悪の影響を回避するためには今世紀半ばまたはそれ以前に世界全体で CO2 の排出量を ネットゼロにすることが重要であると強調されていますとあり53ページでは他のすべての温室効果ガス排出源の削減行動と並行して2050年までにエネルギー部門からの CO2 排出量を賞味ゼロにすることは気温のオーバーシュートなしに長期的な世界平均気温の上昇を 産業化前に比べ1.5度に抑える可能性を約50%にすることと一致しますと明記していますこれはどういうことでしょうかカーボンバジェットあるいは炭素予算 CO2 予算という言葉をご存知でしょうか報告書では60ページで IPCC SR1.5 では 温暖化を1.5度に抑える可能性を50%にするための2020年以降の CO2 予算は500ギガトン CO2 とされています。こう言っています。ちなみにギガトンは10億トンのことです。さらっと言いますがとてつもない量ですね。ですから500ギガトンは5000億トンのことです。 人類は5,000億トン以上 CO を排出すべきではないもしこれを超えると気温上昇が1 5度を超える可能性が50%以上になるというそういう問題意識があるわけですさて温室効果ガスの4分の3がエネルギー起源の CO です。 2020年だけで34ギガトンが排出されましたそれ以外の排出も含めると50ギガトン程度の排出が行われていますこれは世界が今のペースで排出すれば炭素予算は10年程度でなくなってしまうことを意味しますだから世界全体で急速に排出を減らして 2050年にはネットゼロにすべきだという考え方なのですそのためにはエネルギーの生産や輸送、消費の方法を完全に変革することが必要となりますところでネットゼロとは何でしょうかこのグラフを見てくださいこれ以降登場するグラフは特に説明がない限り IEA のネットゼロ報告書から引用したグラフです左が世界の純排出量右が一人当たりの排出量です2050年にゼロを目指すグラフになっていますねその目標を達成するためにエネルギー供給はどう変わる必要があるのかこちらのグラフを見てください2050年に 3分の2が再エネ、再生可能エネルギーで、11%が原子力、化石燃料は20%になるべきだと言っています。あれこれだと化石燃料の供給はゼロになっていませんね。そこで CO2 を回収する技術、除去装置に IEA は期待しています。CCUS とは 炭素・回収・利用・貯留カーー・ーボンンキャャプチャーユーティリゼーションストアレッジのことです。これは例えば火力発電所の CO2 を回収したり炭鉱や油田ガス田製油所等の CO2 を回収したり他には製鉄やセメント生産等でどうしても出てしまう CO2 を回収したりすることです。 こうやって回収された CO 2は合成燃料製造に使用するか地下に貯留するとされています。BECCS は CCUS 付きバイオマス利用バイオエナジー g w i t h c c u s のことであり DAC は直接空気回収 DirectAirCapture のことです。 空気から直に CO2 を吸い取る技術です。こうやって CO 2を回収したら差し引きで排出されなかったと考えるこれがネットゼロの意味なんです。IEA はこれらの技術に期待していますがこうした技術の実現可能性や経済性安全性には異論もありますのでご注意ください。 今回の報告では客観的に IEA 報告書の考え方を説明していきます。ところで確認埋蔵量や火災年数を見ても再エネの方が石油や天然ガス石炭やウランよりもはるかに多いと考えられます。ここかららしばくくは IE は IEA でなく 説明者の私が作成した図表などを用いますさて人類が毎年消費するエネルギーに比べて太陽から地球に届くエネルギーはどれくらい多いのでしょうか実は太陽から地球の大気表面に毎年届くエネルギーは 人類76億人以上が毎年消費するエネルギーの9000倍以上ありますそれが半永久的に利用可能だと言うんですこれは地球の断面積と太陽定数から簡単に計算可能なものです。さて、えー、ここでエネルギーに関する用語を少し確認しておきましょう。 これは日本のエネルギー統計を図解したものです一番左上を見てください一時エネルギー国内供給とは日本国内に供給されたエネルギー全体のことです上から原子力発電や再エネ天然ガス、石油、石炭といろんな形の一時エネルギーがありますこれを発電所で電気へと転換したり 製油所でガソリンや軽油などに転換して使いやすくしますそれが真ん中の段です発電・送電などでのエネルギーの損失を出しながら電力や都市ガス・石油製品などが作られていますこうしてできたエネルギーを二次エネルギーと言います二次エネルギーの消費と 一番右上の最終エネルギー消費は同じ意味です。その下を見てください。上から民生家庭、民生業務部門、運輸旅客、運輸貨物部門、そして農林業や工業を含む産業部門でエネルギーが消費されています。この図のエネルギーの流れのイメージを頭に入れてください。 IEA 報告書では部門の名前は少し違っていますが意味はほぼ同じです。一番左の段から見ていきましょう。一次エネルギーには再エネ、風力、太陽、バイオマス、水力、地熱のほか、原子力、天然ガス、石油、石炭があります。これが転換されて二次エネルギーとして 電気や石油系燃料、ガス系燃料、水素系燃料などに変わります水素系には気体の水素のほかにこれを転換して液体にしたアンモニアがあります真ん中にはエネルギー転換部門と消費部門そしてそれぞれの重要な技術を整理しています まず、転換部門で最も重要なのは、電力部門です。太陽光や風力で生まれた電気を使うことで、すべての分野のエネルギー消費がクリーンになります。そこで、スマート送電網や蓄電池、バッテリー、電気分解による水素製造が重要な技術となります。消費部門は、産業部門、建物部門、 交通部門の3つに分かれます産業部門では水素による製鉄や CO2 の出ないセメント製造が期待されますなぜなら製鉄やセメント製造を電気で全部行うことは今の技術では難しく CO 2を減らすことが難しいからです。建物部門では断熱とヒートポンプが重要です。 ヒートポンプとは要するに電気エアコンのことですがとても効率よく冷暖房ができるものなのです交通部門では石油を使う自動車をなくすことが重要ですつまり蓄電池を用いた EV や電車の普及が求められます飛行機やトラック船はまだ 蓄電池を使って飛ばすことが難しいので合成ジェット燃料や水素系燃料に期待が集まります安全に再のの電気ででえない部分では炭素の回収が求められますすでに説明したように IEA は DAC や CCUSBECCS などの技術に期待しています。 回収された CO2 は合成燃料製造にも使われるとされています。また、植林も重要な炭素吸収源とされています。IEA のネットゼロ報告書では、3つのシナリオ分析が比較されています。ステップスはステートドポリシーズシナリオ。 すなわち、表明された政策によるシナリオの略です。実施または発表されている具体的な政策のみを考慮したものです。これはネットゼロを実現できず、2100年の気温は2.7度上昇するとみられています。このシナリオでさえ、現実には実現できるかどうかわかりません。 もっと排出が増えてもっと気温が上がってしまうかもしれませんそうなると地球や人類はどうなるかわかりません真ん中の APC はアナウンスとプレジーズケースすなわち発表済み制約ケースの略です具体的な政策の裏付けに関わらず ネットゼロを発表したすべての国々の制約が達成されるとしたシナリオで2100年の気温は2.1%上昇すると見られています NZE がネットゼロエミッションのシナリオです世界中がネットゼロに必要な再エネ普及や化石燃料使用の終了 各種技術の開発導入を実現させた場合のシナリオです。これは決して簡単なことではありません。極めて難しいことですが、もしこれが実現できたら、2100年の気温上昇を1.5度に抑える可能性が50%ぐらいになるという話なんです。では、ここからは、 ネットゼロシナリオだけを検討していきましょう NZE ネットゼロシナリオは技術的可能性や経済的可能性を示したものです結論を先取りしますと技術的にも経済的にもネットゼロを可能にするシナリオは描けます ただし、政治的可能性は全く別の話です。IEA ネットゼロ報告書のモデル分析は、エネルギー需給モデルと環境モデル、経済モデルを組み合わせて行われています。ここでは時間の都合上、説明は文章として表示するにとどめて、口頭での説明は省略します。 ではグラフを検討しましょう。この左の図は何を意味しているでしょうか。まず青い線に注目してください。これは電力部門からの排出量が最も早くネットゼロにできると予想されている、そういうことです。電力部門で再エネや CCUS が導入されやすいと考えているためです。 それ以外の部門の変革には、もっと時間がかかるというわけなんですね。右の図は、2050年頃になってもどうしても出てしまう CO2 は、直接空気回収や CCS 付きバイオマスで吸収するという考え方を示しています。なお、NZE シナリオでは、 炭素税や排出額取引などのカーボンプライシングの導入は前提とされていますので注意してください。2050年には先進国では CO2 トンあたり250ドルの炭素価格になります。新興国や途上国ではそれより低い炭素価格が想定されています。 この図をもう一度確認しましょう。2050年には、総エネルギー供給の3分の2が再エネで、11%が原子力、化石燃料は20%ということです。この図は何を意味しているでしょうか。これは電力部門だけでなく、すべての部門を合わせた総エネルギー供給量です。 左の図は世界全体で除去装置なしで使われる化石燃料がどんどん減っていくことを示しています。右の図は再エネと除去装置付きの化石燃料使用が増えていくことを意味します。原子力も少し増えますが、それほど大きなシェアにはならないと考えられています。 その理由は原子力のコストがすでにサイエネよりもはるかに高いからです。この図は何でしょうか。これは最終消費に関するグラフです。上の図では燃料その他の利用量が年々減っていくことが示されています。特に化石燃料期限の燃料が減り、 バイオマスや水素系の燃料が増えていきます下の図は電力利用が増えていくことが示されています化石燃料起源の電気はほとんどなくなります大部分は太陽光や風力、水力、そして原子力ということになるんです これだけのエネルギーを主に再エネでどのように賄っていくかが問題です左の表を見てくださいこれは IEA 報告書の参考表で世界の発電設備容量を示したものです再エネは2050年に26,568ギガワットつまり原発26,000基分となりますその半分以上が太陽光です それに対して原発は8 1 2 g トです。現在の2倍ぐらいということです。太陽光や風力は天候によって発電したりしなかったりすることがあるので、同じ量の電気を作るにも設備がたくさん必要です。世界全体で原発の7倍のエネルギーを作るには、 30倍以上の設備が必要だというわけですでは右の図を見てくださいこれは世界再生可能エネルギー機関アイリーナの報告書からのグラフです2050年の英国のある1週間の電力需給を例として表しています 洋上風力や太陽光が最大の電力供給源ですが、電力供給と需要の間にはギャップが生じます。そのギャップはガスやバイオマスなどの火力発電で調整します。その他余った電気は、自動車に蓄電をしたり、水・電解装置で水素を製造したりして、エネルギーを蓄えて、 別の用途に使ううというわけですでは IEA のグラフに戻りましょう。この図は CO2 の排出量量と削減量を示しています2020年と比べて2030年には排出量が24%増えるところそこから行動変化やエネルギー変革によって50%も排出が削減されます。 2030年に比べて2050年には51%増えるはずのところがそこから行動変化やエネルギー変革によって100%削減つまりネットゼロを実現させるということです。このグラフは何でしょうか。ネットゼロパスウェイにおける年間 CO2、 削減量と書かれていますこれは2030年においては削減量のほとんどは既存の技術の普及によって実現されることを意味します省エネなどの行動変化で減らせるのは4%ぐらいですこの行動変化とは冷暖房を緩めたり 自動車ではなく公共交通や自転車を利用したり歩いたりすることなどなどです2050年になると半分近くが今開発中の技術の普及によって減らせることになりますこの図が言いたいのは要するに既にある技術を普及させることがまずは一番大事だということです ここで参考までに日本の資源エネルギー庁の資料を見てみましょう。電力部門では再エネや原子力が既存の技術にあたります。不安定な再エネを大量に利用できるようにするためには、送配電網の拡充や蓄電池の普及が求められますが、これも既存の技術です。 枠内が白くなっているのは既存の技術という意味ですそれに対して今後の技術革新が必要なものはどんなものでしょうかそれがピンク色の部分です CCUS や水素発電、アンモニア発電などの説明文のところですこれらが技術革新が必要な分野 今後の普及が期待される分野ということです産業部門では熱や燃料に関して電気を利用するように変えることすなわち電化とバイオマス活用が既存の技術にあたります水素化・アンモニア化には技術革新が必要です 製造プロセスは最も削減が難しい分野です。鉄鉱石の還元には今はどうしても石炭コークスが必要ですがこれを水素によって還元することが考えられています。セメントを作る際にも原料からどうしても CO2 が発生しますがこれもなんとか削減する方法が検討されています。 IEA の建物部門に相当する日本の民生部門では電化が最も重要ですがこれは既存の技術の普及でできます冷暖房も調理もお風呂も全て電気で行うようにしてゆくイメージですどうしても電気では難しい用途に対しては水素化や メタンの利用メタネーションが検討されていますがこれには技術革新が必要です交通部門に相当する運輸部門でも自動車の燃料については蓄電電池を用いた電気自動車 EV が最も重要ですすでにこれは小型車については実用化されており普及が始まっている段階です。 FCB とは何でしょうか。これは水素を用いた燃料電池自動車のことです。技術的には完成していますが、普及が進んでいません。合成燃料の技術革新はこれからです。船や航空機、鉄道については、バイオジェット燃料や水素化、燃料アンモニアなど、今後の技術革新が必要となります。 既存の技術の普及や新技術の開発のために必要な政策措置はどのようなものがあるでしょうかキーワードだけ列挙しますと「義務付けや省エネ基準」「エネルギー市場改革」「補助金」「カーボンプライシング」すなわち炭素税や排出枠取引があります。 また、化石燃料等への補助金の廃止が必要です。さらには、政府のお金で研究、開発、普及を行うことも求められます。あらゆる政策を迅速に導入することによって、2050年ネットゼロを目指します。上からあ緑色は建物部門で、 赤は交通部門で、黄色は産業部門で、青色は電気と熱の部門で実現されるべき変化です。この図はちょっと見にくいので、違う形の図で見ていきましょう。2020年の現状がこれです。全体の CO2 排出量は339億トンです。 エネルギー期限の排出量だけで339億トンですよで円の中のそれぞれの丸は部門別の排出量を意味します一番右上から時計回りに説明を見ていきましょう未だ化石燃料は総エネルギー供給量の8割を占めています2021年から 新規石油・ガス電の開発や単電の拡張は許可されてはなりません。建物の省エネ回収率は1%未満です。電気自動車は世界の自動車販売の5%にすぎません。除去装置なしの火力発電所が 発電量の6割を占めていますそして太陽光と風力は未だに総発電量の約10%に過ぎません2021年から除去装置なしの石炭火力発電所建設は許可されてはなりませんちなみに CO2 排出は4000万トンしかありません これが今後どう変わっていくべきなのでしょうか。2030年については左上から時計回りに見ていきましょう。重工業の新技術のほとんどが大規模の実証段階に入ります。そして人類みんながエネルギーアクセスできるようになります。 新築の建物はすべてゼロカーボン対応でなければなりませんこの頃には世界の自動車販売の60%が電気自動車になります水素の供給に関しては再エネを用いて作る低炭素型水素は150メガトンになりますそのための電気分解装置は850ギガワットに 達しますちなみに標準的な原発1基分の設備容量は1ギガワットなのでこれは原発850基分に対応する設備ということになります。先進国では除去装置なしの火力発電所は全て引退します。この頃には毎年 太陽光とと風力をギガワット追加していくことになります繰り返しますが原発1基の出力が1ギガワットですから毎年原発1,020基分のペースで太陽光と風力を増強していくということです。世界の CO2 排出量は221億トンまで減少しています。 2035年はどうでしょうか一番右上から時計回りに見ていきましょう重工業の追加的生産設備はほぼ全て革新的な低炭素型になります家電エアコンはほぼ全て最高水準の省エネ性能になります内燃機関エンジン車の販売はゼロになります 大型トラック販売台数の半分は電気自動車になります。4ギガトンつまり40億トンの CO2 を回収します。先進国の発電部門はネットゼロになります。発電量の6%が CCUS 付きまたは水素系燃料混焼となります。 販売される産業用電気モーターはすべて最高水準の性能になります。2040年はどうでしょうか左上から時計回りに見ていきましょう。重工業における既存設備の90%は投資サイクルの終わりに達します。既存の建物の50%がゼロカーボン対応のレベルまで 改修工事されます。航空燃料の50%が低炭素燃料となります。石油需要が2020年の半分になります。電気分解水素製造設備が2400ギガワットに達します。つまり原発2400基分です。 除去装置なしの石石油・石炭火力発電所がすすべて引退しますそして世界の発電部門がネットゼロとなるのです。これが2050年のゴールです。右上から時計回りに見ていきましょう。重工業の生産物の9割が低炭素型になります。 建物の85%がゼロ炭素対応となります。低炭素型の水素生産量が520メガトンになります。76億トンの CO2 が回収されます。世界の総発電量の7割が太陽光と風力によるものとなります。 そして、バイオマスや水力を含む再生可能エネルギーが、全発電量のほぼ9割に達するのです。ここまでの全体的なストーリーはつかむことができましたでしょうか。ここからは、文本別にもう少し詳しく重要な図表を見ていきましょう。まずは、エネルギー供給電力部門からです。 NZE ネットゼロシナリオでは石炭石油天然ガスの生産量は2050年までに急激に減少しますでも製鉄などどうしても必要な用途があるのでゼロにはなっていません発電の部門では2050年には7割が風力と太陽光になり 再エネが9割近くになるのでした残りが原子力と CCUS 付きの火力発電です需要側でも電化が起こります電気を使うようになります重要なのは交通における電気自動車の普及と建物におけるヒートポンプの 普及ですこのような転換を実現するために世界全体で電力網の拡張や交換変電所容量の増加のための巨額の投資が必要です。またインフラのデジタル化を進めなければなりません。その金額は 2030年頃までに今の3倍に増え2040年頃には毎年1兆ドル規模およそ110兆円規模となります重工業では特に電化が難しい鉄鋼とセメントが問題なのでしたこの右の図を見てください。 重工業では2050年になっても石炭や天然ガスが用いられます石炭と天然ガスはほとんどが CCUS 付きです石油はプラスチックなどの原料として使われますこちらが重工業における削減対策です、えー、真ん中辺を見てください 下から原料、効率化、水素、利用、バイオマス、その他再エネ、電化、その他燃料、転換、省エネ、効率化、CCUS と書かれています。右の図はそれを技術、成熟度別に分けたものです。下から見れば、 すでに成熟した技術はごくわずかで市場投入が始まったばかりの技術やいまだ実証段階の技術プロトタイプ段階の技術が続きます。これらが必要なわけですがこれらの実用化までにはもうしばらく時間がかかります。これは、 工業基礎製品の生産ルート別の世界工業生産量です。化け学部門と鉄鋼部門、セメント部門について示しています。濃い紫色が従来方式です。2050年には大部分を薄紫色の CCUS 付きにして残りを黄緑色の水素系燃料や 濃い緑のそのののそそ他他燃料、その他エネルギーで生産するものと考えていますセメントや化学鉄鋼の部門で CCUS で回収された CO は共有のパイプラインで発電所などから回収された CO とともに貯留場所へと送ることも想定されています。 次に交通の部門です。改めて確認しましょう。小型自動車は電気自動車 EV が主役になりますが、大型トラックや船舶、航空はどうなるのでしょうか。ここでちょっと IEA 以外の資料で再エネで作った電気から 自動車を動かすまでのエネルギー効率を確認しておきましょうトランスポートエンバイラメントというところが出した図です2020年段階の数字が黒い数字ですバッテリー式の電気自動車 EV は再エネでできた電気を100%として送電段階で6%の損失があっても94%残ります それを蓄電池に貯めてモーターを動かす際の損失を考えても元の電気の77%が利用できます。それに対して燃料電池は水素を供給するまでに32%の損失を出して68%が残ります。これを車の中でで燃料電池で発電池発して、 モーターを動かすまでに損失が出て最終的な効率は33%です。パワーートゥーリキッドとは何でしょうかこれは軽油やガソリンに代わるような再エネ合成燃料を作るということです。これは燃料供給段階で効率が55%。 エンジンを動かす段階で20%とか16%の燃料効率になってしまいます。これは蓄電池を使った EV が最も効率が良いことを示す資料の一つです。さて、IEA のグラフに戻りましょう。このグラフによれば、小型車も大型トラックも、二輪車も三輪車も、 ほとんどがバッテリー EV になるということになります他方で大型トラックは燃料電池車も期待されていることがわかります蓄電池は大量の電気を貯めて巨大な車を長距離にわたって走らせることが難しいと考えられているためですこの図は横軸が走行距離です 長距離を走る大型トラックは燃料電池車が主で、近距離を走るトラックはバッテリー EV でいいことを示しています。この図は何を示しているでしょうか。左の図は小型車、中型車、えー、つまり小中型車が電化されることで排出量が大幅に減っていくことを示しています。 右の図は、電化が難しい大型トラック、船舶、航空で、2050年までにどんな技術が必要かということを示しています。これらについては、市場投入が始まったばかりのものや、実証段階のもの、プロトタイプに過ぎない技術を、2050年までに開発・導入していく必要があるということです。 交通部門の燃料は全体で見れば化石燃料が急激に減って行き電気やバイオマス水素系の燃料に変わってゆかねばなりません。この図はエネルギー源を鉄道船舶航空の分野別に見たものです。鉄道はほとんどが電気になりますが 船舶と航空はアンモニアやバイオ燃料合成燃料などいろんなタイプの燃料が求められます次は建物部門ですここでは建物をゼロカーボン対応に改修、新築することが第一の鍵ですまた冷暖房も電気で賄うことが すなわちヒートポンプを利用することが求められます問題は調理用のガスなどです2020年と比べて2030年までに経済活動は29%増えますが様々なエネルギー源や技術の導入で51%削減します2050年までにさらに倍に増えますが 様々な技術でほぼゼロにしますここで最も重要な役割を果たすのはやはり電化と効率化すなわち省エネです建物内の用途別のエネルギー消費量は省エネが進んで全体的に縮小しますエネルギーはほとんどが電気と再エネに なります。つまり再エネから作った燃料なんかも使われるということですこれまで全ての分野にわたって様々な技術を見てきましたが結局のところどの技術が最もネットゼロに寄与することになるんでしょうかもう想像がつきますよねこの緑色の部分を見てください 電力部門の太陽光と風力それに電気自動車の企業が最も大きいことがわかりますこれらはすでに実用化されており市場投入されている技術です2050年には発電量に占める再エネの割合は88%となりますそれに到達するために 2030年以降は太陽光と風力を毎年 630+390 すなわち1020ギガワット原発1020基分のペースで建設していくことが必要だということです。さて歴史を振り返れば 技術を実用化するのにどれくらいの時間がかかったのでしょうか例えば風力発電は1950年代に開発されてから1970年代の実用化まで20年ほどかかりました太陽光は30年ほどかかりましたそれに比べればネットゼロに必要な技術は緑色のところを見てください もっと早いペースで実用化する必要があるということです。そのためにはさて最後にこのような大転換が経済や雇用にどのような影響を与えるのか見ていきましょう。まずはクリーンエネルギーへの巨額の投資です。一番下から低炭素 燃料、発電、エネルギーインフラ、エンドユースに至るまで全部合わせて2030年以降は毎年4兆ドル強の投資が求められますこれは燃料供給から電力、インフラ、最終用途まで様々な分野を全部合わせて毎年400兆円から 500兆円規模のビジネスチャンスが世界のあちこちにあるということになりますエネルギーがクリーンになることで右の図のように大気汚染物質の排出量が減り左の図のように早期死亡も毎年200万人規模で減少します巨額の投資は 経済成長ににもプラスです赤いい点に注目してくださいこれはステップスすなわち表明された政策によるシナリオと比べて NZE の方では2025年までに年間成長率が0.3%高まりそれ以降2030年までに0.5%高まるということです。 民間投資が半分以上寄与していますが政府投資の役割も大きいですね。レントの減少と書いているのがあります。これは何でしょうかこれは化石燃料を産出している経済の利益です。それが減ることを意味します。ですから赤い点はこの差し引きの効果なんですね。 世界全体ではちょっと成長にプラスということです。ではでは、雇用はどうでしょうか、増えるのでしょうか、減るのでしょうか。この図は、世界のエネルギー部門の雇用を示しています。電力やバイオマス関係で雇用が増加し、化石燃料部門で減少しますが、差し引きで、 900万人分雇用が増えるということです。この図は何を示しているのでしょうか。これはエネルギー以外の部門も含めた、あらゆる分野のあらゆる新たな雇用です。NZE と STEPPS の新規の雇用を分野別に見たものです。左から総配電、 発電、電気自動車、バイオマス、え効率化、すなわち省エネ、で、えー、最終用途用の再エネえ、そして革新的技術となっています。下の図は職業別やスキル別の内訳を示しています。高水準のスキルを必要とする仕事が、えー、3分の2を占めることがわかります。 エネルギー変革によって資源の価値はどううなるでしょうか。この図によれば石炭の価値は低下しますが重要な金属の価値は高くなることがわかります。資源の確保が重要な課題となります。この図が示しているのは電力供給のコスト構造です。 かなりの部分がサイエネ発電所の建設費です。世界全体のコストの総額はもちろん大きくなりますが、メガワット時あたりの平均コストは、つまり電気の単価は、2050年には今と比べてもほぼ同じになります。標準家庭のエネルギーコストは先進国では下がり続けます。 途上国では少し上がりますが、所得も上昇するので負担が重くなるわけではありません。つまり、ネットゼロは経済にとってもプラスだということです。GDP 成長にとっても雇用にとってもプラスで、エネルギーコストは上がらないということですね。新興市場や途上国では、 今でも電気が使えない人が8億人ほどいます。しかし、2030年までには電気へのアクセスがない人はゼロになります。下から送電網、すなわちグリッドからの電気、ミニグリッドからの電気、そして独立系の電気として人々が使う電気が色分けされています。それらの大部分が、 再エネの電気となりますこれは誰一人取り残すことなく環境の持続可能性を守るという SDGs の目標にも合致しています。はいここまででがののネットゼロ報告書の概要ですところでここまでお話を聞いてくださった方々は次のような疑問を持ったかもしれませんね。 ネットゼロエミッションではなくゼロエミッションゼロカーボンは不可能なのかつまり2050年になっても化石燃料をいくらか使いながらそれを CCUS などで回収するという方法をどうしても取らなければならないのかまた原発をゼロにすることはできないのか他の 考え方はできないのか IEA 自身ももし原発や CCUS が思うように増やせなかったらという場合のことを低原子力 CCU ケースとして計算しています、まあ、ゼロではありませんけどね それによれば再エネや蓄電池を大幅に増やさなければならず時間もコストもかかりますが技術的には無理というわけではありません。IEA 以外にはフィンランドの LUT 大学とエナジー・ウォッチグループが2019年に出した報告書が参考になります。 彼らは原子力や CCS などのリスクの高い技術を用いないで100%再エネを実現するシナリオを検討しています。彼らの結論によればこのように100%再エネを実現させても現在のエネルギーシステムよりも安いということです。さあ、結びに入りましょう。 ここまでのお話をどのように結論づければよいでしょうか。IEA によっても、世界的なネットゼロは技術的にほぼ可能であり、経済的にも社会的にもプラスだということです。もちろん、より革新的な技術を実現させ、世界のすべての地域で政策転換を実現させる必要があります。 それはより大きな課題です。それを実現させるにはどんな政治が必要なんでしょうか。これは IEA で十分に検討されていない課題であり、私たちに突きつけられた課題でもあります。これはまた別の機会にお話しできればと思います。今回は最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。